ますと、タタタタタ、ママの今日はお誕生日です。ママちゃん、パパから突然ママにお花が届いたね。めっちゃ綺麗じゃん。パパは単身赴任中だからね。ちょっと今回は一緒にばあばのお誕生日祝えないけど、送ってきてくれました。はい、パパありがとう。今日の夜はなんか美味しいもん食べようね、トルちゃん。それからそれから、トルテチャンネル、じゃーん。はーい、今日はばあばのお誕生日なので、みんなでお家で焼肉でーす。トルあ、タンもありますよ。骨付きカルビも、ハラミもたくさん買いました。そして、ホルモンもね、ママ食べたいから買いましたよ。お野菜もあります。はい、トルちゃんのササリも焼いてますので、一緒に食べようと思います。よー、なんか座ってた？はい、トルちゃんも焼肉ができるの今か今かと待っております。面白いね、お座りスタイルで待ってますね。はい、ママの今日のお酒はじゃーん、こちら、今日月の焼酎ハイ、ちょい搾りレモン、甘くないレモンサワーになっております。ちょっと 7% なので酔っちゃいそうですね。それからそれから、トルテチャンネル。はい、じゃあ焼肉ができたようなので食べていきたいと思います。ゲット。はい、これはハラミです。おいしそう。まだ匂ってる。じゃあもうささみができるまで待ってくださいね。はい、食べていきます。はぁ、おいしい。はい、トルちゃんのささみ焼けました。ちょっと冷ましてあげたのであげたいと思います。焼きささみ、うわ、大きいな。あ、ひとのみ、ちょっと噛んでください。はい、トルちゃん、もう一回。いちいち匂って食べるの。はーい、焼きささみパック、おいしい。トル、おいしかった。嬉しいだね。ペロペロ。それからそれから、トルテチャンネル。はい、そしたらタンが焼けました。ママのタン、おいしそう。じゃあクン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 。はい、タンです。ママはタンが大好きなので、持ち帰りの時は一人で2人前食べます。はい、そしたらトルちゃんの豚しゃんが焼けたので、トルちゃんに豚しゃんあげたいと思います。はい、こんな感じですね、豚しゃん。トルどう、豚はパック、どうどう、美味しい。はい、豚しゃんです。ですか。うん、鶏さんと豚さんどっちが美味しい、どっち。よかったね、今日バーバーの誕生日だからこんな美味しいの食べれるよ、トルちゃん。よかったですね。あとは甘いものかな、トル。チャンネル登録。はーい、じゃーん、ママの誕生日のケーキです。見てください。ほら、今年はちょっと見ないでくださいね。はい、こんな感じでカボーさんのなんか花束みたいな感じのバースデーケーキを買ってきました。美味しそう。季節のフルーツがたっぷりと載ってます。そしてトルちゃん見て、トルちゃんのクンクンクン。
くんくん、あ、ちょっとパク、はい、トルちゃんが食べれるケーキも買ってきました。よかったね、トル。こちらは紅芋と豆乳のショートケーキになります。こんな感じでコミフさんが出してる商品になります。美味しそうだね、トル。よかったね、トルちゃんも一緒に食べれてね。じゃあケーキに火を、うわ熱、はい、トルちゃんのケーキにもろうそくをつけました。映ってない、ろうそくに火つけてるのがあんまり見えないですけど、はい、じゃあ誕生日の歌歌いましょうか。ハッピーバースデーバーバー、ハッピーバースデーバーバー、ハッピーバースデーディアバーバー。73歳、すごいね。はい、ハッピーバースデーバーバー、おめでとうございます。はい、バーバーふーして、うーとちゃんのもふー、おめでとう。とちゃんおめでとう。じゃあケーキを一緒に食べていきたいと思います。それからそれからトルテチャンネル。はーい、そしたらトルちゃんのケーキ一緒に食べたいと思います。もうトルちょっとフライングしてこの辺食べちゃったんですけど、はい、食べてみてもらいたいと思います。美味しそうだね、トルちゃん。いいよ。はい、これ美味しそう。クリーム、おいしい。ここはこの紫のクリームね、かわいいやつ食べてみる。パク、わー、おいしそうに食べてくれてる。はい、スポンジの部分もどうぞ。うん、おいしい。はい、最後にカルちゃんにもう一口クリームをペロンとしてもらいます。わー、ケーキを食べれて大満足です。